アメリカの大都市の首都性は、作家圏活動家、ジェーン・ジェイコブスによる1961年の本。この本は1950年代の都市計画政策について、アメリカ合衆国の多くの都市近隣の衰退の原因となっていることへの批評を展開、現状のモダニズム計画の定説に反し、合衆国における有機的で都会的活気について新たなる感謝の視点を示した。 この本は、ジェイコブスの著書の中で、最も影響力のあるものであり続けており、依然として、都市計画の専門家や一般市民双方によって、広く愛読されており、現在6つの言語に翻訳され、25万冊以上、販売されたが、都市理論家のルイスマン・フォードは、彼女の方法論に誤りも見つけながら、ニューヨークレビューオブブックスにおいて、執筆機会を与え、ロバート・カルモ、 ロバート・モーゼスに関する辞書の伝記、ザ・パワー・ブローカー執筆において、特に強い影響を受けた本として、本書を引用したとし、サミュエル・アル・ディレニーの辞書、タイムズ・スクエア・レッド、タイムズ・スクエア・ブルーも、都市研究領域における社会的関係に対する、分析の内容ではこの書に大きく依存している。ありがとうございます。